北国新聞ニュースをお伝えします。文化勲章受賞者で日本芸術院会員の陶芸家王喜東野菜さんが今月十七日脳出血のため亡くなったことがわかりました。九十五歳でした。王喜さんは千九百二十七年に旧代王喜長財門の長男として金沢市に生まれ。 1987年に十代王妃長左衛門をししましたそして代々受け継ぐ王妃焼の伝統を守りながら現代感覚あふれる新しい陶芸を開拓し1999年に日本芸術院会員2004年に文化功労者にそれぞれ選ばれ2011年には文化勲章を受章しました。 その後2016年に長左衛門の名を長男に譲り自身は東野菜を名乗っていました石川県美術文化協会の理事長を長く務めたほか金沢学院大学の副学長として後進の育成にも尽くしました王妃さんは今月17日に石川県立中央病院で 脳出血のため95歳で亡くなり、長男の11代王妃調剤門さんが喪主を務め、近親者で通夜と密葬が行われました。王妃さんが亡くなったことで、県内在住の文化勲章受賞者、日本芸術院会員はいなくなりました。 美術工芸王国石川を引っ張ってきた大平東野哉さんの不法に関係者に悲しみが広がりました。現美術文化協会理事長で金沢学院大学名誉教授の洋画家大場よしみさん七十七歳は、大平さんの副学長時代を振り返り。 冗談交じりに学生を優しく指導していたと忍びました。その反面、現代美術展では、工芸作品を厳しく指導することもあった、それが王国と呼ばれる石川のレベルをより高めていたと指摘しました。現美術文化協会副理事長で長年、王彦さんと活動を共にした山岸大成さん、67歳は、 まさに軽妙、鞋脱な人だったと人柄を語りました。そして陶芸だけではだめだ、美術に限らずいろんなことを吸収しなさいと薫陶を受けたことも明かし、寂しくて心の中にぽっかり穴が開いた気がすると悲しみを語りました。一方、木工芸の人間国宝、 川北良蔵さん八十九歳は我々にも気遣いする心の広い方で本当に尊敬していた石川にとって大きな存在であり失ったのはとても残念とその死を痛みました木工芸の出前教室が津波田町内の小学校で開かれ子どもたちが 木工の技に触れました。この出前教室は今月二十七日から始まる日本伝統工芸展金沢展を前に、一昨日つばた町城南小学校で行われました。教室には四年生九十二人が参加し、今回の工芸展で入選した金沢市の角間安則さん三十九歳と河北市の 松井雄二さん57歳の2人が講師を務めました2人は木工品の種類には差し物、引き物、繰り物の3つがあることを紹介したほか鉋やノコギリなど道具の使い方も説明しました教室では作品鑑賞もあり子どもたちが制作期間はどれぐらいですかなどと質問していました 次も小学校の話題です内田町と北海道サルフツ村の小学校が給食の時間にお互いの特産品を味わい交流を深めましたサルフツ村では明治から昭和三十年代にかけて内田から出稼ぎできた漁師がホタテ漁を盛んにしましたその縁から 8年前に友好都市提携を結び、昨日は給食の時間に小学生同士がオンラインで交流しました。交流には、内永町大根部小学校の3年生47人と、猿福津村浅地の小学校の5年生4人が参加しました。双方の子どもたちは、画面を通じて、好きな教科は何ですかなどと話をしながら、 大根部省の児童がサルフツのホタテやトウモロコシのバター焼き、朝地の省の児童が内チのさつまいもや蓮根入りのめった汁を食べました。ミス・インターナショナル世界大会に出場する女性20人が、加賀市内で小中学生と交流しました。ミス・インターナショナル世界大会は、 今月26日に東京で開かれ、それを前に国や地域を代表して出場する女性たちが日本に来ています。昨日、加賀市役所を訪れた一行20人は、宮本陸市長などの歓迎を受け、エストニア代表のカロリン・キッパストさん27歳と、日本代表の米山珠男さん26歳が挨拶しました。 このあと金城中学校を訪れた女性たちはおよそ30人の3年生と給食を食べ生徒の質問に答えてそれぞれ国の特徴や文化を説明しました。